どうも、すなみです。先日1年半ぶりに日本へ一時帰国しました。で、私は今マレーシアに移住して1年半経つんですけども、移住した当初はスタイルや文化の違いに戸惑うこともありましたが、生活しているとだんだん慣れていって、で、その中で自分自身に様々な変化が起こりました。で、この度日本に一時帰国して2週間ほど日本で生活したんですけども、自分自身で、あれ、なんだか自分マレーシアライズされたかもと感じたことや、友達からすなみちゃんなんか変わったねって言われることが多々ありました。てなことで、今回の動画では日本一時帰国中に感じたマレーシア移住による6つの意外な変化についてお話ししたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。まず1つ目の変化が、耳が悪くなったことです。日本に帰ってまず感じたのは、以前より圧倒的に耳が聞こえにくくなりました。で、なんでかというと、おそらくマレーシアではバイクや車の騒音、そしてお店の BGM が日本に比べてかなり賑やかなんですよね。で、それに加えて人々が話す時の声もめちゃめちゃ大きいんですよ。で、日本ではね、すなみちゃん声が大きいねって言われることが多かったんですけども、マレーシアではもっとパワフルな人が多いので、私なんか全然おとなしい方になってしまいます。マレーシアに移住してきた当初は全ての音が非常に大きいことにとっても驚きました。ですが、時間が経つにつれてマレーシアの音や声の大きさにも徐々に慣れていって、で、逆に今回日本に戻ると、お友達やショップ店員さんの声が小さく感じてちょっと聞こえづらいなぁと感じるようになったり、あと日本はマレーシアに比べて街も静かなので、ちょっぴり寂しいなぁって感じることがありました。あと耳が悪くなったことに付随して、あっって言うようになっちゃったんですよね。マレーシアでは、え、何？パドン？みたいなニュアンスで、あって言うんですよ。で、私がね、マレーシアに移住して当初、あって言われて、彼らは怒っているのかなとめちゃめちゃビクビクしていたんですけども、どうやらこれは普通のリアクションだそうです。で、私もそれに慣れちゃって自分でも使うようになってしまったんですよね。で、日本の友達の会話でも、あってついつい使ってしまって、何度か驚かせてしまいました。もう本当にごめんなさい。日本であって言うとかなり印象が悪くなってしまいますので、今後は気をつけようと思います。2つ目の変化は、濃い味や辛い料理が好きになったことです。マレーシアには辛い料理や濃い味付けの料理がたくさんあります。私はもともと辛い料理がそんなに得意ではなかったんですけども、マレーシアの料理にいろいろ挑戦していく中で徐々に慣れていって、いつの間にか辛い料理や濃い味付けのものが好きになってしまいました。で、今回日本に一時帰国して日本食をたくさん食べたんですけども、まあ、もちろん本場の日本食はめちゃめちゃ美味しくて最高って感じだったんですけども、ただちょっとパンチが足りないなって感じることがあって、例えばうどんを食べている時に七味を加えたくなったり、もうかつての私は絶対にそんなナンセンスなことはしないし、もうマジでありえないって感じなんですけども、まあ、こんな感じで辛いものや濃いものを欲するようになりました。こんなにも味の好みが激変していて自分自身かなり驚きましたね。ちなみに今回の日本旅行中のご飯で一番美味しかったのはコリアンタウンのキムチチゲです。私もともとキムチチゲなんて食べれなかったんですけども、今ではそれくらい辛くて味の濃いものが好きになってしまいました。3つ目の変化は、姿勢が良くなったことです。日本に一時帰国した時に、姿勢が良くなったねといろんな人から褒めてもらいました。というのもマレーシア移住する前の私は
なり猫背がひどかったんですよね。要因はおそらく気候と周囲の人の影響だと思っているんですけども、気候に関して言うと日本は1年間の半分以上が寒いので、もう寒寒寒っていう感じでどうしても姿勢が悪くなってしまうんですよ。さらに周囲の人の影響で言うと、マレーシアの人は姿勢がいい人が多い気がしていて、街中を歩いているとこんな感じで姿勢がいい人が多いんですよ。で本当にね、みんな姿勢が良くて素敵だなと思って、私自身も彼らを見習って意識的に姿勢を良くするようになりました。てなわけで、日本にいた時よりも姿勢が良くなったんじゃないかなと感じています。4つ目は、フードコートの食器を机に置いたまま帰ってしまうことです。マレーシアのフードコートやマクドナルドなどのファストフードチェーン店では、食器を机の上に置いたまま帰るのが一般的です。日本では自分で片付けるのが一般的ですが、マレーシアでは店員さんが片付けてくれます。マレーシアに移住した当初は罪悪感といいますか、少し慣れないなと感じていたんですけども、次第に便利だなと思うようになって、食器を置いたまま帰るようになりました。日本に一時帰国した時にファストフードやフードコートでご飯を食べる機会が何度かあって、食器をそのままテーブルに置いて帰ろうとしたところ、友達に注意されて、おやべやべとなってしまいました。ちなみにお隣の国シンガポールでは、フォーカーの食器を片付けないと罰金が課せられるらしいので、これは行く国によって事前に調べて気をつけるべきことだなと感じましたね。5つ目の変化は、赤信号でも横断歩道を渡りたくなることです。マレーシアでは歩行者用の信号が正常に機能していなかったり、日本と比べて信号の待ち時間が長いことがあって、歩行者が信号を無視することは結構当たり前なんですよね。で、移住してきた当初はこれにかなり驚きましたが、徐々に慣れていって、今では歩行者用の信号がない大きな交差点でもハンドパワーを駆使して車を止めて道路を横断しています。で、今回日本に一時帰国した時に、ついついマレーシアにいる時みたいに赤信号でも道路を横断したくなることが多々ありました。日本ではみんな信号に従うので、私も気をつけないとなと思いました。やっぱり安全第一ですからね。最後に変化の6つ目は、お酒が弱くなったことです。マレーシアではムスリムが多いため、お酒が高額で販売されています。例えばバーでビールを飲む場合、少なくとも1杯20リンギ600円前後をします。日本と比べてもかなり高いです。そのため私はマレーシアでお酒を飲む機会がぐんと減ってしまって、日本にいた時は週に 1,2 回ほど飲んでいたんですけども、マレーシアでは 2,3 ヶ月に1回ほどしか飲みに行きません。さらにマレーシアではお酒を飲む量自体もかなり減ってしまって、まあ今ね、健康的な生活を送れているわけなんですけども、そんなわけで以前よりもかなりアルコールに弱くなってしまったなと感じています。で、今回日本に一時帰国した時に飲みに行く機会もたくさんあって、それに加えてお酒も安くて、お酒の種類もたくさんあるので、それに感動してついつい以前と同じ量のお酒を飲んでしまったんですよね。もうそうするとすぐに眠たくなってしまいました。もうね、かなりお酒弱くなったなと思っていて、まあ楽しかったんで OK なんですけども、多分もうウコンの力なしではそんなにお酒は飲めないなと感じています。はい、今回のビデオでは日本からマレーシアに移住して感じた6つの変化についてお話ししました。いかがだったでしょうか？少しでも共感したとか面白いなって思ったことがあれば、コメント欄にて教えてもらえると嬉しいです。最後までご覧くださりどうもありがとうございます。このチャンネルが面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは、すなみでした。